詳しくは私のツイッターを、ツイッターのテロップ入れとこう。48、あ、消えちゃった。48X、 これで検索してくださったら私のツイッターが出るので、いっぱいリツイートしてるのでチェックしてくださったら嬉しいです。お願いします。瀬戸内の地元とか広島とかまだ行ったことがない、瀬戸内とかもあるので、そこで撮影をして私のオリジナル写真集を作ろうと思っているので、もし選ばれることができたら、なのでもしよかったら待ってます。お願いします。ハートありがとう。よしたく、ありがとう。お願いします。いやもう本当にね、なんかねすごいね、なんて言うんだろうね、本当に心配なんすよ。本人の口から言うのもあれですけど心配なんすよ。いやなんか最初の方はさ、あんまなんかみんななんて言うんだろう、こういうなんかそのなんて宣言してなかったけんあれだったけど、後輩になるにつれてみんな参加表明出し始めたんで、すごい心配なんすよね。いや本当にね、ギリギリでもいいから入りたい、余裕を持って、まあ、まずはそう速報に入れるように、4月13日の速報に入っているようにしたいな。速報に入って一旦安心しておきたいかも。そう結構ね来るからね。速報入りたいっすよね。そう。あと5、6、7、8、9、10、11、12、13、あと8日ぐらい、あと8日ぐらいで速報が発表されるので、8日後に入って、いや入ってた、入ってた、速報入ってた、え言霊にしていこう。えやばい、ちょっとまさかの速報入って、本当にありがとうございます、めっちゃ嬉しい、本当に。いやなんかそれちょっと結構不安だったんですけど、速報に入ることができて本当に嬉しいです。このまま5月3日の5周年コンサートで名前が呼んでもらえるように頑張るので、本当に
引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。本当に速報入れてめっちゃ嬉しかった。マジで本当に幸せです。本当に嬉しい。いや本当にもうびっくりしてる、うん、本当にびっくりして、マジでありがとうございます。マジで本当に嬉しい。ちょっと結構ね本当にドキドキしてたんですけど、マジでありがとう、うん、ありがとう本当に、うん、ありがとうね。そこも入ってよかった、マジで。ありがとう、すみません、ありがとう。本当に皆さんが応援してくれたから、応援してくれたから。いやでも本当になんて言うんだろ う, もうこの PR 舞台にマジで本当にもう本当にもう決意表明してよかったなって思います。本当に後悔したくないので、もう勝負にかけて絶対に入りたいので応援よろしくお願いします。絶対に入りたいです。もう本当に入ることが私の目標なので、はい。たっくんやっほー、こんばんは。大地さん初訪問ありがとう、こんばんは。速報ね入ったらね気を抜かないでください。まずまだわかんないから気を抜かないでほしい。本当に私自身も気を抜けないので、5月3日が、いやでも結構期間あるけんな。だって4月13日にさ、わかるかん、4月13日に速報があって、そっから5月3日、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31。1ヶ月以上ぐらいあるかな、やって。1ヶ月以上ぐらいあるかな。資金やばい、本当に結構変わると思うので。結果もし速報が入れたってなっても、速報がってなっても、もう本当に最後まで油断できないので、応援よろしくお願いします。中間発表ね、そうなんですよ、そうなんですよ。みんなで頑張、うん、みんなで頑張ろう。ありがとう、ファイト、ありがとう、南光さん、ファイト。でも一時 PR 舞台とはまた別に関係ないけど、嬉しいお知らせがあるので楽しみにしておいてください。楽しみにしておいてください。嬉しいお知らせがあるので楽しみにしておいてくれ。恩返しができると思うので、少し今日ラメ使ってないけん、ラメのっけよ目の上に。いやもう本当にね、いやせやせです。
楽しみです。お願いします。やっぱ前髪短いな。前髪短いな。いやマジで明日楽しみにしといてほしい。いやわかんない、自分が見た写真は漏れてた、思ったより漏れてたけど、こっから変に加工とかされたら顔変わるかもなんか普通に加工されたら顔変わるかもしれん。でもアーシャってほとんど顔加工してなくてそのまんまなんですよ。なんかニキビとかなんかこういうかぶれとかは消してもらえるけど、ほとんどそのまんまなんで。いやでもね、わかんないけどね、私が見てたやつは漏れてたんで、漏れてたらいいなって思いますね。いや本当にお願いしますって感じで。もめっちゃ早く終わった。そう、千穂さんと一緒だったんですよ。千穂さんと2人で撮影だったんですけど、時間的に一番最後の人で一番早いって言われた、撮影終わるの。だから優秀なんで優秀なんで、私は千穂さん超優秀優秀、すぐ撮影し終わったんで、すぐ撮影終わったんで優秀なんでね、漏れてると信じましょう。ハルルンバラありがとう、バラありがとう。みーちゃんとシナモン、いや本当にそう、私もね可愛いフェスティバルね踊りたいんだよ。もうねシナモンくんとコラボして、いや本当に私ピュールランドでライブするのも本当に夢で、もう普通にもうずっと前から言ってたんで、もう本当にストージピエール舞台に入ってシナモンくんとコラボしたいです。普通に可愛いフェスティバルで踊りたい。ハローキティ、ダニエル、かわいい、かわいい、メモリディ、キキララ、かわいい、かわいい、シナモン、ポンポンプリン、かわいい、かわいい、かわいいフェスティバル、お祝いしましょう、かわいいフェスティバルってやりたいの。あれやりたい、もう。ハローキティ、ダニエル、かわいい、かわいい、シナモン、メモリディ、キキララ、かわいい。かわいいシナモンポンポンプリン、かわいいかわいいピピピ、かわいいフェスティバルってやりたい。あのペンライト持ってハートのあれもやりたいのね。あれ本当にしたい。しかし私の予想は当たっていたな。いやなんか PR みたいさのさ、なんかその詳細が発表される前にさ、なんか有名アミューズメントパークでのライブみたいな書いてあったが、なんかあとなんか全国回ったり全国回って姉妹ツアーみたいなファンの方が決めるみたいに書いてあったが、どことかって書いてなかったわけよ。でも私は絶対ピューロランドって思ってたわけ。そしたら本当にピューロランドで、いやもう本当にやっぱそうかってなりましたよね。本当に私の予想は大当たり。いやもうだってもう絶対ピューロランドやんと思ってましたもん。いやもう本当にこれはもうもっとやっぱやっぱ私の差を取ってたんで、いや入りたい入りたいの普通にマジで本当に、いや本当に、いや絶対ピュールだなと思ってました。私はThank you.
最近マネージャーさんと会話することが多くて嬉しいです。私なんかマネージャーさんとっていうかいろんな人とコミュニケーションが取れてる気がして嬉しい。なんかなんて言うんだろう、私結構自分から内側に入っていっちゃうんですね。そうだからあんまりそのメンバーと仲悪いってわけじゃなくて普通に話すことがなかったんですよ。結構なんて言うんだろう、隅っこに一人で行っちゃうというか自分からその内側に入りやすいというか、なんて言うんだろうな、意外と思われるかもしれないですけど結構うーんって自分の世界に入り込んでしまうというか、近寄るなとかじゃなくてなんかもう一人の方が安心するみたいな感じだったんですけど、最近はなんか本当にいろんな人とコミュニケーションが取れて嬉しかったです。今日もいっぱい話した、嬉しい。おしゃべりするの大好きなんでね、やっぱ人と話すのいいですね。なんか自分にないものを感じられる。私はマネージャーさん変わってないです。加入してからマネージャーさんが毎年変わってたんですけど、今年はね変わらなかったですね。同じマネージャーさんでした。しっかりコミュニケーション取れるのでいいです、いいですいいですしっかりコミュニケーション取るんでいいですっておかしいいいですね。変わってるメンバーもいると思う、マネージャーさんが。私は変わってなかったです。前髪さパッツンでさする予定だったけどさ、難しすぎてさ髪の毛のセットが、まあ、結局いつもの前髪になってしまった。えマジで難しい、本当にパッツンのヘアセット難しすぎる。もうちょっと髪伸びてからにしようと思って、そうマネージャーさんにもね、また別のマネージャーさんにもね、現場のマネージャーさんにもいいよもういつものやつでって言ってもらってからもういつもの前髪にした。前髪のセット難しすぎる、本当に。なーちゃん元気かな。なんか一番上のなーちゃんが「レネ元気？」って連絡してきてくれるんですよ、普通に話してるのに。急に買い物途中に「レネ元気？」って聞いてほしい。私さ最近さ本当にいろんな人に殺されるの、夢の中でいろんな人に殺されかけるの、いろんな人にね、もうね俺なんか殺されかけて、毎日違う人に殺されかけてる。おありがとうたくりん、ありがとう。私毎日いろんな人に殺されかけてるの、なんか本当に夢と現実が混合してて、なんかね本当にね毎日ねいろんな人に殺されてる。怖い、本当に嫌だ、もう寝たくない。なんか毎日いろんな人に殺されてるもん。
今日もなんか殺されかけたし、もう本当にね怖い。なんかそういう夢多すぎて、なんか狙われる夢が多いんですよ最近。なんかもうなんかおナイフ持って追いかけられたりとか、なんかそういうやつ。みっちゃんの夢に出たい。え、じゃあそれぐらい印象に残るようなことをしてください。じゃあみっちゃんの夢に出れるようなちょっと行動をして、いっぱいアピールして、積極的に。もう、あ、もう目に止まってるけど、もう夢まで来ましたって、夢出てきたってツイートしたら夢に出てくるかも、私の夢に。言霊はい、吐いていこう、吐いていこう、積極的に。いやマジで本当に助けてほしい、本当に怖い、ガチで。もう本当にいい風にしてほしいぐらい怖い。特にハートありがとう、イエーイとか、ありがとう。いやマジで怖い本当に。あとなんか言おうとした、あとなんか言おうとしたけど忘れたあとなんか言おうとしたよね。みんな私に夢出てきた？そういえば夢出てきた？そういえば私ちゃんと言って寝た？夢出てきた？私夢の中で、りえちゃんが夢、今日はりえちゃんの夢を見るって言って、しっかりでっかい声を言って見れた？それ見えるまでちょっと言い続けて寝てください。それ出てきた？私夢に。これなんか出てきてほしい人の名前言って寝る前に宣言して寝たら出てくるらしい。見なかった？え、なんかダメだよ、もっとでっかい声で言わなきゃ、しっかりはっきり言わんとダメなんでなんかしっかりさ、はっきり言わんとダメなんで。本当に寝る前よ、本当に寝るギリギリよ。もう電気消して、もう布団の中入って、もうあとは目つぶるだけっていう時に、今日はりねちゃんの夢を見るってでっかい声ではっきり言ってな。それで寝て。私はそれで見れましたから。だからしっかり本当にして、ちゃんと。ダメだ、でっかい声で言わなきゃ今日、うん、今日やってみて、でっかい声で言わんとダメだよ。でっかい声で言って、ちゃんと意識がある状態で。恥ずかしがっちゃダメだから、恥ずかしがっちゃダメだから。どういうそうそう、さらかしがっちゃダメだから、よろしく、よろしく。カズくんバレるから。え、そういうのはダメなんよ、恥ずかしがっちゃダメだけん。はっきり言わんと、はっきり言わんと、恥ずかしがるけん出てこんのよ。あ、本当に自信持って、りねちゃんの夢を見る、りねちゃん夢見る、こんなんじゃダメ、りねちゃんの夢を見る、これぐらいはっきり言わんとこれぐらいはっきり言わんと、これぐらいはっきり言わんと出てこんけん、悪いけど。意識がある状態で言わんといけん。
寝落ちとかダメ。しっかり意識がある状態で言わんと。よし今から寝るぞ、もう電気消してこうやって、あと目つぶるだけ。お願いしますよ、本当に頼んだよ、頼んだよ本当に。うん、しっかりでっかい声言ったら、ファンな、何これファンレベルってすごくない？さっきからさなんかめっちゃ表示されてるけどさ、名前は出さんけどさ、なんかすごいさいっぱいさいろんな人、りえちゃんおじさんがさファンレベルがなんか10とか6とか7とかなんかいろんなレベルに上がって、これ何なんだ、すごいファンレベルとかあるの、すごくない？言葉で表示されるくなったの、こんなんまで表示。でも悪いけど私が夢に出てくる件ってやまないでくださいね。なんかめんちゃんおじさん失格だとかってやまないでくださいね。いやマジで本当に皆さんが気にするほど私たちは、私は気にしてないので、本当にみんな考えすぎだから、もっと軽やかに私のことを押してください。愛情は深くてもう全然構わないので、本当にそれでなんかやまないでくださいね。そうでも私は夢に出てきてほしいから、うん、夢に出てきてほしいよマジで、みんなに、みんなの夢にね。私もファンの方夢に出てくる時あるので、出てきてほしいっていう方は積極的にアピール、アプローチしてください。ショールーム変わりすぎ、え、わかる、本当にそれな、めっちゃ変わったよね。私もさなんか先月3月はほんまに配信全然しなくて、そう4月毎日配信するって言って毎日配信しおるけど、変わりすぎてちょっとよくわからん。でもなんかすごい便利になった、配信者側からしたらすごい便利になったかも、なんか初見詐欺がなくなったというか。なんか覚えてるのにわざわざ試すようなことをしてくる方がいなくなったので、すごいいいですね。これでさ逆にさ覚えてなかったらさなんか本人も傷つくわけじゃないですか。だから本当にすごい平和な配信になる気がする。いやマジで普通に夢に出てきてほしい、ね、夢に出てきたらテンション上がるから。それも自分も気持ちよかってるけん、やっぱその私が夢に出てきてテンション上げてほしい、みんなの、みんなのそのなんていうのテンション上げてあげたい、みんなのテンション上げてあげたいんですよ。3月配信がなくて夢した、配信 ないことはないよ、配信をしてた2、3回ぐらい、0回ってわけじゃないですよ、2、3回ぐらい配信をしてよ。なんかもともとさ配信するさ頻度がさ高かったけん余計に少なく感じたんかも。配信してなんかなかったわけじゃない、普通に3回ぐらいはした。そうでもなんて言うんだろう、そうなんて言うんだろう、したくないけん してなかったわけじゃなくて、イメチェン、そうリコレイさんの配信企画がとかあったんで、なるべくそのビフォーアフターがわからないように前髪をそのね、流すってなったらねあれだったんで、ちょっとそうそうなかなか配信できなかったんすよ、すいません。だから4月は PR 舞台も始まったしね、今日から気持ち切り替えて毎日配信するって決めたんで、いっぱい絡めると思うので絡みましょうね。なんだかんださ今年結構さ毎日配信というか結構してるの、毎日配信というか結構してる気がする、配信、うん、してない時はしてないっていうか、できんときはしてないけど、なるべくできるときにするようにしてるので、もういっぱい絡もうね。メールはね毎日送ってるよ。かわいちゃん、おかゆありがとう、こんばんは。いつもかわいいって言ってくれるくない？嬉しい、本当にいつもかわいいって言ってくれるよね、なんかめっちゃ嬉しいんですけど。いつも可愛いって言ってくるね。そうです、そう初回限定版、そうもうねすごい分かりづらいと思うんですけど、初回限定版の
掲載されてる CR コードとか、あと花は誰のものの劇場版投票 CR コード付き推し参加券付きのやつとかで投票ができます。 STU48 のファンクラブ会員の方とかも投票ができますし、あと STU48 ライブオンデマンド月額見放題会員の方も投票ができますので、もしできるコンテンツが一つでもあればお願いします。公約としてもし選ばれることができたら写真集を出すと決めたので、あのオリジナル、個人的でマジでボリューム満点オリジナル写真集を出すと決めたのでお願いします。ゆいちハートありがとう。ありがとう。勝負の分かれ目は速報にランスクイーン。入るよね入るよね、速報入る、入るとね、めっちゃめちゃマジありがとうございます。速報に入ることができて私結構びっくりして、本当になんかやっぱ皆さんのこと信じてよかったですよ。本当に速報入ることができてもう本当にちょっとびっくりしてて、こんなんて言うんだろう、でもこれで油断禁物なんで、本当に上には上がいるし油断は禁物なので、5月3日の5周年コンサート当日に名前をしっかり呼ばれて安心して嬉し涙が出るように、悔し涙じゃなくて嬉し涙が出るように頑張っていきたいので、引き続き応援よろしくお願いします。でもまずは中間発表速報で入ることができて本当に安心してます。本当にありがとう、本当に嬉しい、マジでありがとう。そう、本当に幸せです。でもこの写真集は入ることができてから撮影するので、入ることができてから撮影するので、入らなかったもしダメだったら撮影はしません。だから本当に入ってから撮影しますので、本当に本当にって感じ、本当にもう入ることができて涙です涙です、本当にこのアカウントはツイッターの ID ですよ、これツイッターの ID です。詳しくは私のツイッターをご覧ください。これツイッターの ID、 このリップええな、いやええな、このリップちょっと結構やばい、結構きてるかも。いや嬉しい、私これさ欲しかったけどさ手入らんくってさ、本当に今日なんかうっとってテンション上がった。開けよう、めっちゃ嬉しい、ほんまにめっちゃねキープ力あるんだって、めっちゃ最強らしいこのマスカラ。いやマジで、しかもさ2個も買ってしまった、絶対2個買いとかせんのに普段、嬉しい、運命的な出会い。いや売り切れてたんですよアットコスメで、まさか広島にあるとは。
涙ちょちょ切れです、涙ちょちょ切れ。しかもなんか場所によってそのブラウンだけが高かったりするんですけど値段一緒でした。本当に可愛い。こういう形のさタイプのマスカラ初めて。これ韓国コスメなんだ。韓国語で書いてある。これ韓国コスメ。斉藤なぎささんが使っててバズってたやつ。嬉しい。早く使いたいな。ボリュームよりも私キープ力の方が欲しいんで、キープ力に優れてるって聞いた時すごい嬉しかった。お願い、うまく外れて、この髪。いやー、なんで綺麗に剥がれちゃった。汚く剥がれちゃった。超苗めっちゃ綺麗に剥がれたのに、もう一つの方はこのこれがさ汚く外れた時にさめっちゃ苗る。本当にこれなんかドライヤーの熱でさ綺麗に取れるんでしょ。本当に苗お願いお願いだー、見てきて。懐かしい。一回さめっちゃ配信で歌いたくない？お願いだー、見てきてってさめっちゃ配信で歌いたくない？めっちゃ前の配信。欲しいのは形のないものみたいな。感じないよ、見てきて。やっぱり爪が枯れちゃった。ドゥ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 。髪このネチャネチャ撮っとるな。ネチャネチャ頑張って撮っとるな。応援して頑張れって応援して。ネチャネチャキリ頑張って撮っとるな。私うつみりね21時52分ネチャネチャ頑張って撮っとるな。なんで今日さなんかさそのとある方にそのメンバーなんですけどそのタンプレをね買いに行ったんですよ。で久々にそのデパコスコーナーに行ったの。そのなんかすごいそのメンバーにその合ったコスメがあってそれがどうしてもなんて言うんだろう渡したくてなんかずっと狙っててでなんか欲しかったそのなんて言うんだろうやつが売り切れてたんですね。でなんか店員さんにその行った時になんかすいませんって言ったらなんかもうなんかめっちゃ怖くてさなんかすごいさなんかおおってなった。めっちゃ怖かった普通に。なんかあこれですかもうリクルートしたみたいな感じでめっちゃ怖かった。なんか結構おおってなりましたね。そうでなんかそうめっちゃね怖かった。でも買うってなった瞬間に態度がめっちゃ変わってなんかねいやマジで本当にねちょっとねびっくりした。いや本当にコスメねなんか本当に結構勇気いるじゃないですか。高いさコスメ屋さんとかってさ入るのにもさ勇気いるけどさいざ入ってみたらさそんな感じだったらさ結構ってなるよね。びっくりした私はね。そう本当にそうなんかそうめっちゃね怖かった。いやマジ高いお店入るのって結構その高いお店っていうかそのデパコスのお店入るのって結構勇気いるがん。
でいざ入ってみてなんかそういう感じの接客をされたらなんかもう私はびっくりして本当に久々にちょっと涙ちょちょ切れそうになった涙ちょちょ切れそうになった。ちょなんか自分はそのお買い物に行った時すぐに買うか買わないか決めるんですね。なんかその結構ゆっくり見たいとかじゃなくてなんて言うんだろう、結構なんて言うの、自分せっかちというかなんかこれが欲しいと思ったものはすぐ買うし、なんかあこれ違うなと思ったら買わないんです。本当にすぐ結局決めるんですよ。早めにお店入って本当にもうなんか2分とか1分とかでもうすぐなんかあこれ買いますみたいな、本当になんか結構すぐバッて決めるんですけど、お店着いてそのいつもの通りこれのって聞こうと思ったらあこれしかもうびっくりしますよみたいな感じだったっけ、ちょっとなんかでもすぐ買うってなって、あこれお願いしますって言ったらなんかあ分かりましたみたいな感じになったけど結構びっくりしました。そうやっぱいろんな人がいるなと思いましたよ本当に。そう結構ね買い物はね結構即決かも、なんかどうしようってならない、なんか本当にすぐ決まる。なんかそうだけん、なんか一緒にその買い物とか行った時に買うものと買わないものの差が激しすぎて本当にめっちゃ分かりやすいって言われます。そうなんか本当に可愛いと思ったものを本当にすぐ買うってなるし、なんか違うなと思ったら本当に軽く見て あ違うってなってすぐそう出ていくというか、すぐいろんな他の店舗にポン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 行っちゃうので。ありがとうありがとう、嬉しい、ありがとう。小鳥さん初見ありがとうございます。 STU42 期のレンタンこと内村です、よろしくお願いします。ありがとう小鳥さん、こんばんは。そうそう結構ねすぐねパッパッパッって選んじゃう。そう一回その買い物スイッチが入ったらすぐポンポンポンって買っちゃうんですよ。なかなか今日なんか今日いいものあんまときめくものに出会えないなと思った時とかはあれなんですけど、そうだからね一人でねなんか人と買い物行った時ってなかなかそのテンポになれない、なんかアップテンポになれなくて、自分一人で買い物行った時の方が結構なんかいっぱい買っちゃう。だからなんかやっぱ一人行動好きなんかなとかって思う自分。やばい寝ちゃ寝ちゃする、最悪どうしよう、この寝ちゃ寝ちゃ嫌だ、難しい。ちょっとペタペタしよう。自分やっぱり宇宙人なんかなって思いましたね。なんかもうね剥がれたんですけどねちゃんちゃしてる、やだー、ちょっとかわいい、繊維入ってるの、かわいい、使うの楽しみ。ブラックも繊維入っとるんじゃん、これ知らんかった、なんか見たけど繊維入っとったんじゃん。こっちも開けてみます。ハートありがとう吉田くん、ロコポコもハートありがとう、イエーイありがとう、嬉しい、1000円入ってた、おーてちゃんハートありがとう、イエーイ
がとう、嬉しい。いや本当に私これマジで欲しかったんよ。いや本当にどこ探してもなくて、昨日通販でポチろうかなと思ったんですけど、結局ね寝落ちしちゃってね買わなかったんですよ。いやもう本当に良かった、本当に良かった。欲しかったコンシーラーも買えて本当に幸せです。ね、あそうなんかね、喫茶に恋をしてみたいな、喫茶店に恋をしてみたいなさ、お店知ってますか？なんか東京駅にあるお土産コーナーのなんかクリームブリュレタルトっていうやつがあって、喫茶店に恋をしてっていうお店のクリームブリュレタルトがあるんですけど、なんか普通に冷凍のやつ、普通に常温のやつもあるけど、冷凍の生クリームブリュレタルトってやつ、クリームブリュレタルトじゃなくて冷凍のケーキみたいなクリームブリュレタルトっていうのがあって、それはもう買ったんですね、もうずっと前から気になって、で一切れ食べてもうめっちゃ美味しかったんよ。ですごいそのもうこれちょっとやばい、一人では食べきれんなと思ってリコチとかアンノちゃんとかにあげたら、めっちゃ美味しいって言っとって、マジで本当に美味しかったんで、みんなにもう共有したいなと思って、生クリームブリュレタルト皆さんぜひ食べてみてください。東京駅にのお土産コーナーにある、めっちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しい。だからもし東京駅に行く予定があったらぜひ食べてみてください。生クリームブリュレタルトって喫茶店に恋をしてっていう、多分喫茶店に恋をしてっていうところ、喫茶店に恋してっていうところの生クリームブリュレタルトっていうのがマジで美味しい。食べてみてください。めっちゃ美味しいの、冷凍のやつ、常温のなんかちっちゃいやつじゃなくて冷凍のガチのケーキの方、ガチの冷凍してもまあ食べれるし解凍しても食べれるよっていうやつの方です。常温じゃなくてなんか生のケーキの方なんで、ぜひ食べてみてください。そうなんかね、いやめっちゃ美味しいんじゃけど、一切れで満足できる味、めっちゃ美味しいんじゃけど一切れで満足できる味。そうよかった普通に。そうこのメンバーに配った、カットしてあるんよ、8等分ぐらい、8等分にカットしてあるけん普通になんか箱開けて食べれる。私は解凍して食べんかったけど、解凍して食べる前に他のメンバーにそのまま配ったけんあれだったけど、なんか冷凍のまんまでもマジで美味しかった。なんかカチカチの冷凍よりかは 半解凍ぐらいが美味しかったかも。なんか本当になんかめっちゃ美味しい、食べてみてください。美味しい、うん探してみて、美味しいね、美味しいマジで、うんお願いします、ぜひ。100回目の訪問ありがとう、ロポリンさん嬉しい、訪問ありがとう。たなまるもこんばんは、嬉しい本当に。すごい100回目の訪問いいね、この機能ショールームいいな、なんか某別のアプリみたい、
某ミから始まる別のアプリみたい某ミから始まる別のアプリみたいに進化してる。でも私これ機能、こういう機能欲しかったから嬉しいんですよね。わかりやすいよね。サトシンハートありがとう。ありがとう。イエス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 、そうそうそう、イエスイエス、そう、ボーミーから始まる。そう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 。やばい、もう私一生本当にお部屋片付けられない。片付けてもすぐ汚くなっちゃう。もうどうして、本当にもうやだ、本当にもうなんか家事してくれる人募集、マジで本当に家事だけ本当にお願い。もう本当に母早く家に来て、本当に家事ができない、もうどうしよう。なんかでも逆にお部屋が汚い方が安心してる自分もおるんやない。なんか綺麗になったらこんだけお部屋広かったっけってなってそわそわする自分もおるんよ。いざでもこの汚さに、この家に帰ってきた時にちょっとストレスなんですね。あーお部屋汚い本当に嫌みたいな。家帰ってきてお部屋が綺麗だったらあーもう最高本当に綺麗にしようかってなるけど、2日3日だったら汚くなるんよ。でもお部屋綺麗にしたての時ってあえお部屋綺麗、あそっか掃除したもんなとかっていうなんか謎のそわそわ感もあり、本当にやばい。わかる、綺麗だと逆に落ち着かない自分もいるんですよね。あと持って帰ってほしいものが大量に家にあって、なんか物がちょっと溢れ返ってて、物にもう冬の服、なんか真冬の服とかもあるし、なんか本当に実家に早く送りつけたい。本当にね、ファンの方からもらったプレゼントとかはあの自分の家に置いて実家に持って帰ってもらってないんですけど、自分の持ってるそのプライベートで買った服とかが大量にある、着なくなった服が大量にあるので、もうそれを早く持って帰ってほしいし、本当に大変なんですよ。このリップかわいいな、ちょっと本当にしつこいぐらい言ってるけど、いやこれかわいいわ、嬉しい、かわいい。これ初めて買ったこのメーカー、なんて読むか分からん、なんかニューって書いてあったけど新しいブランドかも。ウンミックス、ユニミックス、わかんない、これニューって書いてあったけん新しいメーカー、多分新しいブランドなんですよね。なんて読むんだろう、調べよう。ユニミックス、アンミックス、アンミックスって読むんだってこれで。ユニミックスって書いてアンミックスって読むんだって。割とね、アンミックス、これかわいいんですよ。前からあるメーカーなんかな、私初めて知った。ここって2021って書いてあるわ、去年からあるんじゃん。吉川なんとかさん、新潟生まれの東京でメイクアップアーティストとして活動を始め
ている吉川さんがプロデュースしたところらしい。あ、男性がプロデュースした、すごいな、かわいい。これぜひおすすめです、アンミックス。めっちゃねドタイプな色がねもう2色ぐらいあって、ちょっと全部買おうかなと思ったけど一番しっくりしとる色にしました。かわいいこのリップ、なんか結構きてる、なんかマットすぎない程よいツヤって感じの柔らかめのテクスチャーです。でもグロスバッグ、私グロスにもう高校2年生の時ぐらいからこのマキシマイザーばっか塗ってたんで、グロスのトロット感というかベタ感というか、なんかなんていうのかな、グロス特有のあのもったり感に慣れていたので、こういう程よいツヤのバーム系のなんかスティック系のリップを久々に単独で塗るってなるとこの感触になれない。でも重くない、軽い、もうちょっと保湿欲しいかなっていう感じ。多分グロスバッグ塗ってなかったら普通にいつものあ使用感だなって思うけど、グロスだけで塗ってた私は結構もうちょっともったり感が欲しいかも。足しても可愛いからね、このマキシマイザー。え、可愛い、ほら、え、足しても可愛くね。ベースをアンミックスにしてマキシマイザーを上から塗る、グラデーションっぽくしてもいいかも。中央、唇の中央だけにアンミックスを濃いめに塗って、可愛くない？え、可愛い、結構チュルンってなった。いいねいいよいいね、この中間いいよよしよしいい、サンセットオレンジ、そのある、かわいい、ありがとう、そうやっててくれた時が一番かわいいや、ありがとう。いやでも私やっぱこれ使いたいな、買ったけどなんでさっきそんなしっくりこんかったんだろう。え、なんかもう一回塗ってもいい、なんでなんだろうね。え、結構似合うと思ったんだけどな。今使ってるそのリップがめっちゃピンクなんですよ、でさっき使ったそのあれがオレンジなんです、結構オレンジ、ほらだいぶ違うわけ色が。え、なんでなんだろう、私結構しっくりきたと思ったんだけどな。オレンジリップやっぱあれなんかな。いやでもよく結構赤オレンジ、赤っぽいオレンジ、ちょもう一回塗るわ。あれ、なんかさっきよりよくね、え、なんかさっきより馴染んだくね。なんかちょっとでも違和感があったら似合ってないっていうことになるんですね。さっきよりはマシになった。あ、これにさ足せばええんだって、やっぱその赤っぽい色をアンミックス混ぜるか、これにアンミックス混ぜるわ。ちょっとでも違和感があったらやっぱ似合ってないんよ。これにアンミックス混ぜるね。
どう？来た？来た？え、わかんない。自分ではわかんない領域になってきた。わかんない。え、どうなんだろう。でも配信画面じゃなかったら割としっくりきてる。さっきより馴染んだくない？これ単独で使うより、これ単独で使うよりアミックス混ぜたらいい感じになってくない？やっぱさ、赤っぽいやつがいいんかな。ピンクにしてもさ、なんかザ・ピンクっていうやつよりかは赤っぽい、赤ちょい足しピンクっていうのがあれだし、真っ赤っかっていうのはあれだし、赤コーラルオレンジみたいなが自分的にいいかな。さっきより馴染んでくない？だってほら、さっきより馴染んでるもん。ということで、もう一色の方を塗っていきたいと思います。これは結構その赤が追加されたオレンジ、もう一色はなんかさっきよりもオレンジ感が強い方のやつを塗っていきます。もう一色の方、もう一色買った方はガチのなんかオレンジ感が強めのやつ、多分一緒、結構オレンジ感強めの方塗っていきます。これさ、絶対グラデーションにした方が可愛い気がする。うん、なんかナポリタン食ったみたいなさ、口の色になるよね。なんか眉毛とかにオレンジ入れたら違和感ないかも。なんかのっぺりして見える。これでやっぱそのメイクにオレンジを入れてないので浮いて見えるので、また後日オレンジ目、なんかアイシャドウかなんかそのどっかしらにオレンジを入れてメイクしたら馴染みそうな感じです。これをベースに塗って中心にアンミックスとかを塗ったら可愛いかも。中心だけにちょっとアンミックス塗ります。アイシャドウちょっとないんで、中心に唇の中央にアンミックスを。塗ったら可愛い気がする。これさ、あんまり分からん。え？さっきより馴染んだ？さっきよりは馴染んなくない？ずっと同じ、自分の同じ顔を見とる喧嘩分からんけど、さっきよりは馴染んだ気がする。さっきよりかはマシになった気がする。分かんない、自分の顔見すぎてちょっと分からんくなってきたけど、真ん中にアン X を置くことによってさっきよりは馴染んだ気がする。分からんが、ほらほら、さっきより馴染んだ気がする。え、待って、アンミックスやばい、アンミックスやばいかもね。夏っぽい、うぇー、めっちゃホーリーで、やばい、めっちゃ嬉しい。アンミックスやばい。ちょっとこれ一生仲間になりませんか？契約しました。え、これ夏っぽいよね。なんかポニーテールして使いたいかも。ポニーテールをして使いたい色、なんかヘアナウみたいな、こうわかる、ちょっとこういう感じ、よくわかる、こう横毛垂らして、なんか夏っすよねみたいな
よく毛垂らしてなんかオフオフの夏ですみたいな、今回ちょっとこんな感じでよく毛垂らしてみたいな。ちょっといいかもしれない、いいかもしれん。いやーやっぱ使い方ないよ、やっぱちょっと赤いいわ、アンミックスいいな。今日はりえんちゃん推しさんがアンミックスっていう言葉を覚えた日になるでしょう。今日りえんちゃん推しさんはこの配信でアンミックスっていう言葉を覚えた気がする。とりあえずマキシマイザー透明の。今日リエンちゃんおじさんは絶対アンミックスっていう言葉を覚えたでしょ。私は知ってるよ。いやいいわ、最高っすね。ちょっとこれちょっとリピしてきたよ。問題は落ちにくさなんよな、公演の時のあのあれに耐えられ。でもティントっぽくないんよな、なんかオペラのリップ分かりますか、その感じ。あったかかったら溶けやすい感じの、なんかリップって豆知識の豆知識で知らない、なんかあれなんですけど、こういうさなんかフィットしてるさ形のリップあるが、こう容器がフィットしてるタイプの形のリップ、これって柔らかい証拠なんですよ。柔らかいから容器がフィットしてるんです、このリップ、隙間がないですよね。このリップのテクスチャーがあの崩れやすい、ぐちゅぐちゅになりやすいのでフィットしてあって、逆にそのなんて言うんだろうな、なんか自立してるタイプのリップわかる、容器から固めの容器から隙間があるやつ、容器から隙間があるさリップあるな、あれって逆に硬いけん容器隙間があるんですよ。これとかもフィットしてるのってこの柔らかいからなんですね、テクスチャーが。これがもし柔らかくなかったら硬い証拠なんです。だからね結構ね見た目でわかる、その塗り心地っていうのが。だからもしなんかね結構マットなリップとかだったら、容器このリップと マットのリップとその容器の間が空いてるやつが結構固めであるかも。逆になんかうちは感が欲しいっていう人とかはあれかも、なんかこういう感じ、わかる、こういう感じの。逆にこうわかる、ここにさ隙間があるのは固めのテクスチャーで、今みたいにこう隙間が逆にこうないやつ、フィットしてるこの丸い部分がこんな感じでフィットしてるのが柔らかい、溶けやすいんですよ。だからねなんか結構潤いが欲しいっていう人とかは、柔らかいリップが好きっていう人とかは、容器がこのリップにぴったしのやつがおすすめです。逆になんかもう固めがいいっていう人とかは、ここに隙間があるタイプのリップをおすすめします。で逆に一旦こう出してこのリップをさ、一回そのカチカチって出したら戻らないタイプのリップってあるじゃないですか。ここのさなんか例えばリップクリームとかだったら、一回こうカチカチって出したらもう元に戻りませんよっていうタイプのリップは、これにこれと一緒なんですよ。柔らかいから
あのもう戻らないよって意味なんです。フィットしてるんですね。柔らかいものって戻らないので、もしよかったら覚えてってください。メイクの豆知識。それで結構使用感が分かるので、もしそのなんて言うんだろう、このリップ欲しいけどどういう感じのテクスチャーなんだろうっていう時は、そのリップの容器を見たらいいです。通販とかで試せないじゃないですか。あとはそうだな、リップクリームとかメンズとかだったら、普通にもうメンズメイクとかあるんで、もしメンズの方でメイクこれ試してみたいけど試せないっていう方とか、勇気いるっていう方とかは、ぜひ容器の形を見て判別してください。あ、柔らかめのテクスチャーのリップなんだ、あ、これ固めのテクスチャーのリップなんだって判断できるので、女の子も男の子もレディースもメンズも試してみて、覚えておいて、テストに出るから出ねえけどそのテストねえけどお願いします。私さ、なんか真顔だったら怒ってるって思われる。私は結構やっぱやめてくやっぱやめてく、なんか今日の前髪さ、なんか犬みたい、なんか前髪作りたての人みたい。今日の前髪なんか犬みたい、なんか今日の前髪なんか犬みたいじゃない、なんかこういう前髪の人悪くない、なんか変なんだけど、今日こういう前髪の人おるような、なんか作りたての、なんか今日変な、あ、でもいいやつ見せたい自分がある。ずっと欲しかったコンシーラー、これ見せるの忘れた。イプサのこのコンシーラーマジでやばい、もう嬉しい、本当に買えて、これやばいで、本当にね、これね、メイクさんがね使ってて、ね、みんな本当にメイクさんこれ持ってない人おらんと思う、みんな持ってる、本当にイプサのコンシーラー、これみんな使ってくれる、もう買いました、ついにザッセムのコンシーラー、私使ってたんですけど、ニキビとかできないんでザッセム1本でいいかなと思ったら、やっぱなんていうんだろう、ブルー部分で使い分けた方がいいっていうので、いやマジで本当にいいっすよこれ、使ってもらってますけどいいっすよこれ、3000円ぐらい、額3500円ぐらいかな、4000円あれば余裕で買えるっていう。鏡もついてて、ここ鏡ついてるんであれなんですけど、こんな感じでチップもついてて、3色でクマ色に分けて使えるんで、いやマジで嬉しい、欲しかったんですよ、やっとこさかった、嬉しいマジで。 SPF25PA++++ 入っとって、本当にいいので、これマジで消えるんで、メイクさんみんな持ってて、よかった買えて。もう私ここのさ、かぶれが治らないんですよね、なかなか跡が、跡っていうか、なんかもうこれ本当に毎回聞かれる、どうしたのここって本当にいろんな人に聞かれるぐらい治らないんで、ね、そう、めぐりずさん、どうもありがとう、こんばんは。マッチーさん、ありがとう、初訪問、こんばんは。ひろころりん、ありがとう。ミッチーもやっほー、こんばんは。イエスイエスイエス、嬉しい、本当に使えます、
とね、もう最近ねやばいんだよマジ、コスメ欲やばい。ちょっと一気に変えたい欲がすごすぎて、1年に1回コスメ欲がもうなんかやばい時が来る。本当に1年に1回ぐらいコスメ欲、なんか一つさ買い替えたらさ全部買い替えたくなるんです。本当に私ピンからキリで、本当にピンからキリなんですよ。だからね本当にね、なんか買い替えたら全部買い替えたくなっちゃって、今ベースもね全部買い替えたいしね、本当にやばいの、本当にやばいの。その代わり物持ちは良くて、もうずっと同じものを使ってるの。なんて言うんだろう、そのなくなっても買い替え、なんかその同じやつを使うしみたいな、ずっと同じものを同じものを使っていいものに出会った瞬間に買い替えたくなって買い替えるみたいな感じ。もう本当に物持ちはいいんですよ。本当に一つ新しくコスメを買い替えたら、なくなっても同じものをリピート買いして3年とかもう全然余裕で使う。なくなってもまた同じものを買ってとか、ずっとその同じものを使い続けるんですけど、新しいものに出会って、あーこれやばいビビってきたと思ったら全部買い替えたくなっちゃうんで、本当にやばいっすね。リネは今日もトクトクしきしきなんかだよ、ありがとう。そうユッキーさん初見ありがとう。 STU48 2期のレータンことうつメインです。よろしくお願いします。もしよかったらツイッターとかインスタグラムもやってるのでフォローお願いします。そうそう、ほんまにやばい。ひろとおじさん100回初訪問ありがとう、100回記念ありがとう。ヨンドこんばんは。そう本当にやばい。ねむねむにゃんこのちょっとツイートの許可してもらおう。ちょっと一瞬業務入ります。許可が出たらツイートします。許可が出たらツイートします。またツイートします。また許可が出たらツイートします。またしばさん、どうもありがとう。こんばんは。兄さん上話し会ありがとう、楽しみ。許可出た、ツイートするわ今から。ムネムニョーク今からツイートします。1位で狙ってくださいみんな、今からツイートします。いいね。わ、今日飲みに行くのみにゃんわ。猫になったんだよな、いつかふらっと現れてくる。寝る
ツイートするけん、いくで、いくで、1位狙ってよみんな、いくで、今からツイートするけん、いくで、はい、1位には誰でしょうか。はやっ、あ、ぬりふりちゃんおめでとう。おめでとうねれひめちゃん、おめでとう、すごい、やマジすげえよ、みんなさどうやってやってんのって感じじゃない、みんな早すぎだろ、マジすごすぎるんよ、どうやってさやっとん、すげえよマジで、ありがとう、いいねしてくれて、一リプ誰だろう、たけちゃんありがとう、あーざーす、早いな、すごい、本当におめでとう、なんかさ、ちとうち PR 舞台のさ、そのただそのツイートするだけじゃ面白くないけんさ、うっ消えちゃった、ありがとう、特にありがとう、ツイートするだけじゃ面白くないけんさ、なんか企画したいんだけどさ、なんかいいね企画とかさもう決まってるわけじゃん、なんかいいね企画とか以外でさ、なんかさこれしてほしいとかってありますか、毎日配信はする、宣伝もする、ハッシュタグ使ってツイートする、いいね企画やる、他になんかあります、他になんかあります、一日一回ランダムにリプしに行くとかは、いいねもするけどランダムに1日1回ランダムにリプしに行くとかはどうすか、期間中いいっすか、うん、それ以外になんか SNS 使うってなったらさそれぐらいしかなくない、頭が固い、リプ編とかだったらさみんなとかになるけどあれだけど、ツイートしてくれた人にリプしに行く、全員じゃないけどランダムに何かしらリプしたいなって、全員いませんけど、だから毎日ツイートしてくれたらなんか帰ってくる可能性は高いよっていう、全然そういう企画はそのなんて許可を取れば大丈夫なんですけど、可愛い写真、いや、やっぱそうよね、やっぱ写真大事よね、写真載っけるか、なんかインスタグラムも活用したいんよね、ツイッターもいいけど拡散力あるのはあれだけど、インスタも活用したいよね、インスタのストーリー使ってなんか見せたことない写真とか過去の写真載っけようかな、一日一回、一日一回ランダム、あーそうよね、やっぱそうよね、そうよね、やっぱいいねとかだったらさあんまりあれだな、そうしようかな、ストーリーよくね、消えるし24時間で消えるし、ストーリー、インスタグラムもさなんて言うんだろう、普通にフォロワーさんとかも増やしたいし、やっぱ使っていかんと意味がないけん、
ツイッターばっかじゃなくて、ツイッターはいいね企画、ストーリー、あ、めっちゃくね？ツイッターはさ、いいね企画、ツイッターはいいね企画、ほんでインスタのストーリー、まあ、自撮りとかは投稿ってなるとちょっと私あの加工大変なんで、ストーリーとかは、毎日ストーリーって結構大変だよな、なんかそう週に4回1日明けで1日明けでツイート、インスタストーリー投稿、どうすか、毎日ってなると私の多分顔が持たないんで、週3、もう今まで自撮りを1ヶ月に 1,2 回しか載っけない私がストーリーを毎日自撮りを載せるってなると結構負担なんですよ、結構大変なんですよね、気持ち的に可愛い、あーどうしよう漏れてない、ってなっちゃうから、3回は載せるようにするわ、週に頑張って、週3頑張って載っけます、1週間に3回載せるようにする、今日から、今日はもう時間的にダメなんで、明日から、よいよいよい、そうしようかな、そうしたらいいかも、そうしたらいいかも、ストーリー使って載せます、自撮りなるべくなるべく載せる、 OK、 そうするわ、ストーリー使いたいので、そしたらさ、みんなのさ、え、ちょっとさ、皆さんにお願いがあるんですけど、なんか宣伝画像作ってほしくて、なんかそういうのもさ載せたいんよね、ストーリーに、なんかその先輩とかがさ、ファンの方が作った宣伝画像をさ載せとったりするがん、あれめっちゃさ可愛くて羨ましい、あれ作ってほしい、私も普通にあれを作ってほしい、ああいうのストーリー乗っけたい私だから、もし作れそうな方がいたら作ってほしいです、ありがとう、ありがとう、あのインスタの DM とかに送ってくれたら助かります、ハッシュタグリッポンメールでもいいし、でもわかんない、あれがいいのか悪いのかまだわかんなくて、企画とし企画の一環としてだったら大丈夫な気がするので、一応作ってほしい、 100% 載せれる保証はないけど、もし OK が出たらすぐ載せれるので、あのマジで保存は絶対するし、あのなるべく多分企画としてなら、多分期間的になら多分大丈夫なんで、作ってほしいっす、お願いします、お願いします、本当にお願いします、ストーリー多分それもさ結構さ、なんて言うんだろう、嬉しい、なんか一致団結できるし、そう嬉しい、本当になんか目なんか見てくださる数も増える気がする、やっぱ可愛い、いろんなファンの方が愛情込めて作ってくれて、大切な時間を作ってくれた画像なんで、愛情はすごくこもってるのでお願いします、ありがとう、嬉しい、全然いい、もう私の自撮りの使ってください、ツイッター、インスタに載せてる自撮り、お気に入りの自撮り、あの配信とかの縮小はちょっと NG で、こんな顔になってるやつ多いので、私の配信の縮小本当にこれ可愛いって思うやつが多いので、自撮り、私のツイッターの加工しまくってる自撮りのなんかやつでお願いします、ありがとう、本当に嬉しい、なんかすごくちょっと厚かましいのですが、投票
期間なるべく入れてほしいものはハッシュタグの瀬戸内を全国にどんぶらこっていうそのハッシュタグ、ハッシュタグ瀬戸内を、このハッシュタグ瀬戸内を全国にどんぶらこっていう文字と名前、うつみりねの名前、うつみりねっていう名前と入れてほしくて、入れてほしくて、超かわいいあのスクショだったらいいわあの加工してくれたらいいですよ、なんかみたいなちょっと NG でみたいなやつだ、すごいまず超キメキメなやつだったらいいですよこれは入れてほしくて、本当にもう作ってもらう、作っていただくのにおこがましいのですがお願いします。全力であの保存して拡散してストーリー載せていきますので、もし OK が出たら。でも聞く気がするよね、企画の一環だったら。うん、また聞いてみますので、一旦作ってほしい。もし OK が出たらもうすぐストーリーあげるんでお願いします。ありがとう、嬉しい、普通に嬉しい、本当に。でもゆらちゃんがさ載せとったくない、なんかお話し会のやつ、いける、いけそうな気がするな、いけそうな気がする。23時になったら配信終わりますね、ありがとう。いやマジで嬉しい、本当によかったよかった。いやそれずっと言おうと思っとって、まだ全然遅くないので、今日から始まったし全然遅くないので、よかったらお願いします。マジで助かる、本当に。あれにしていくわ、ストーリーのハイライトに入れていくわ。本当に言ってよかった、ツイッターとかにも載せてくれたらいいねするので、いいねしたら多分誰がいいねしましたっていうので、あの見てくださる方はいると思うので、もしストーリー載せなくてもそれはそれで言うので、その時はツイッターに投稿していいねをリプなんかいいねしていくので、それで広まったら嬉しいなっていう気持ち。いやでもいける気がする、わかんないけど、いけてほしい、いけることを願って言っているのでお願いします。たくさん初本番ありがとう、こんばんは。かっくんさん初本番ありがとう、ルームフォローもありがとうございます。F15DJ さんありがとう、初訪問こんばんは。川崎さんも初訪問ありがとうございます、こんばんは。 STU482 期のりねたんことうつむりんです、よろしくお願いします。もしよかったら Twitter と Instagram もやってるのでフォローお願いします、してくださったら超嬉しいです。後ろに貼ってある紙の字が小さくて見えない、他のメンバーはマジックとかで太く書いて見えるように書いてる。本当に、じゃあちょっと書き直すね、また明日までに書き直しときます、ごめんよ。そうする、じゃあ書き直そう。ありがとう教えてくれて、了解しました。やっぱ見えにくいよな、ギリいけるかなと思ったんだけど、イベントの時さ貼っとってさ黒文字で、やっぱそうよね。了解いたした、ありがとう教えてくれて、書き直すわ。そうね、しっかり
印刷、いや印刷とかは多分あれかも、ダメかもしれんので、 SNS 上でお願いします。超ありがたい、マジで超便利、超便利なことをしてくれる本当に器用なれんちゃん推しさんですが、多分ちょっとあれになってしまうので一旦そちらでお願いします。ありがとう。いやマジ器用な人多いけんさ、本当に助かる。マッチお疲れ様、ありがとう。やべ、足つりそう。55分になったら男女エンドおしまいしますね。皆さん初訪問ありがとう、こんばんは。ありがとう、そう教えてくれて。しかもさ、これドンに見える、ドン、ハッシュタグ、ハッシュタグじゃなくてこれドンに見えるんだけど、私だけドンに見えるんだけど、これ書き直すわ、ちょっとそれも踏まえてギリいけるかなと思ったけど、ドンに見えるもう夜寒い、本当に夜寒い。髪の毛外そう、配信終わった後髪の毛外すとき絶対痛すぎて発狂するけん、今髪の毛ちょっと取るわ。今日ゴム何個ついてるでしょうか、私の髪の毛に予想してくださいっていう前に外すけども、痛い、ほらやっぱ痛い。ストーリーのそれに当たってキャラクター、いやいけると思う、どうなんだろう。だってさ、お話し会のさやつもさ OK だったし、なんか普通にシナモンくんの写真のスタンプのっけと、どうなんだろう。でもサンリオ系結構厳しくなってて、自分なんか自負とかでも結構ノーって言われるので、シナモンくんなしというかキャラクター系 NG でお願いします。いやどうして、やっぱ使った方が可愛いんだけど、ちょっと一応のってこれでダメって言われたら二度手間になっちゃうんで、キャラクター系 NG でお願いしたいです。本当にごめんね、作っていただくのにちょっとおこがましいんですが、この瀬戸内を全国にどんぶらこうと宇都宮里奈と、あと投票期間がちょっと分かる感じのやつ、なるべく分かりやすいやつがいいです。一応キャラクター系 NG で、星とかハートとかでなんか作れそうなやつあったらお願いします。なんかわけの分からない、なんかちょっと無名、ちょっと失礼なこと言うけど、ちょっとあんまなんか無名のなんかウサギちゃんとかって全然いいと思う。なんか普通になんかフリー素材のウサギとかみたいな、手書きのウサギとか、普通になんかウサギのスタンプとか、なんかあんまりそのザ・キャラクターって分かるような、これシナモンくん、なんかシナモンくんの偽物バージョンだみたいな感じだったらいい、いい、なんか明らかに公式っぽいやつっていうのはあれだけど、シナモンくんの偽物バージョンみたいなさオルガン、そういうのは OK だと思う普通に。お願いします。正解は3本でした。3本ついてる、3本でした。3本でした。今日は少ないよ。今日あの写真だったんで、今日動かない。今日足なんで。なんかそのメイクさんによるんやな、ゴムは。正直問題ね。で公演とかもあれだけど、3本でした。いやびっくりよね、いつもさめっちゃついてるが、羊とかやった時やばかったし、3本でした。
ああ教えてくれてありがとう。もう気づかんかった、自分に夢中になりすぎて自分に夢中になりすぎて気づかんかった、すいませんすいません。忍者ということで男女4でおしまいします。ありがとう、普通に気づかんかったので教えてくれてありがとうございます。気づかなかった、すいません、ありがとう。じゃあ今日の1位回答おしまいにする、ありがとうね、配信ありがとうございました。こちらこそ。じゃあ今日も13位から読んでいくぜ。13位ハルルありがとう。12位石毛真さんありがとう。11位佐藤ありがとう。10位つぼちゃんありがとう。9位王子ありがとう。8位スーさんありがとう。7位ヘスターありがとう。6位てっちゃんありがとう。5位南光さんありがとう。4位ロコプコありがとう。3位ケンくんありがとう。4位ロコプコありがとう。名前呼んだ。2位ヨシタクありがとう。そして1位がドゥルッペトクリンです。ありがとうありがとうございました、ありがとう。ありがとう、お疲れ様でした。ありがとう、お疲れ様、ありがとう本当に。じゃあみんなしっかり私の名前を宣言して寝るんだぞ、分かったかい。もし私の名前を言わずに寝たら私の夢が見れません。だからちゃんと寝る前に出てきてほしい人の名前をしっかり宣言して寝てください。りねちゃんが本当に寝る直前に今日はりねちゃんの夢を見る、見たんじゃなくて見るって宣言してみてください。そしたら見れますか、分かったかい。お願い頼んだよ、私は言えないからね、君のお家に行けないからね、宣言して寝るんだぞ、お頼んだぞ。イエスイエスイエス、もうそうそう叫ぶ勢いで、リネちゃん今見ろって叫んでください。わーって叫んで床に向かって、もう地べたに顔くっつけて、こうって分かった、口これが地べただったら顔くっつけて、リネちゃん今見ろって叫んで、分かった、それくらいの勢いでお願いします、リネちゃん今見ろって叫んでね。いいよいいよ、全然れんちゃん推しさんは迷惑にならないから、むしろもう私の魂が飛んでって最強さ、最強運気アップ、いやーってなる、お願いします。じゃあバイバイじゃあバイバイ私は今からお風呂に入るけど、明日また配信する。あと文字も濃く書くわ、このドンドンドンも直したかったし。じゃあバイバイ、おやすみなさい、おやすみなさいだおやすみなさいだいや面白い、いやあ兄さんじゃなくて、じゃあバイバイ、お疲れ様、おやすみなさい、おやすみ、お疲れサイダー、お疲れ、おやすみなサイダーって死ぬくらいめっちゃ面白いんだけど、やばい、久々にこの時間に配信するけん何でも面白いんじゃん、なんでこんな面白いんと思ったら、多分この時間に配信するけん多分テンションがやばい。じゃあバイバイ、おやすみなサイダーって使ってみんな、おやすみなサイダー、おやすみなサイダーバイバーイ、
面白かったらルームフォローもお願いします。インスタツイッターやってるのでそれじゃ PR 舞台の方もお願いします。じゃあおやすみなさいだ、おやすみなさいルーム、おやすみなさいだ。